茶取りどうですか、結構多いんですか。多いけどな、土曜日の割には少ないかも。先週の方が多かった。これ一番安い部屋なんで、だいたい。うん、パンパンですよね。だいたい1万円ぐらいするんです。新鮮レバーっていうのは生レバーのことでしょ。ね。はい、お疲れ様です。あ、じゃあ、はい、はい、ちょっとざわついてます。ざわついて、今日はね、何曜日、土曜日です。花の土曜日。はい、やってきました。あ、おっちゃん、え、おっちゃん、もう早速、おっちゃんが、おっと、この土曜日やっぱ人いいですね、結構ね、うん、あ、この前出とった人、うん、あるだろ、こんなんしか入れないけど。お疲れ様です。絵とかもやってんすね。そう、何でも嫌ですよ、いわば。前一緒に何の歌ずっとだぜ。あ、いいね。出てるやないか。お疲れ様です。どうも。はじめまして。今日人通りどうですか、結構多いんですか。多いけどな、街で。あ、満月バーですかね。満月バー、もう終わって9時ぐらい。あっち並ぶやつですか。ああ、っち、こっち側でもうあっち準備で使うから、やっぱあっちの方がいいんですよ、こっちより。どう、そう、ね、あ、でもこっちから見とって、あ、おっちゃんいないわってなって、来てここにいたってなったの。どこも、あの中央町の方行こうかな。あ、ほんまですか。はい、っていう感じで、ちょっとナイトライフをちょっともっと盛り上げようかなって。そうですね、結構ざわついてますね。そうですね、これ飲食街です。結構美味しいとこあるんですよね、この前行った酒井屋っていうとこ超美味しかったです。あと黒ひげとかね。あ、岡山にもガブリチキンってあるんですね。最近ガキ塚で出てましたよ、あの松本博士とかのダウンタウンでね。ガブリチキン食べ放題からでしょ、唐揚げの。あ、そうなんだ、はい、これ名前変わってますね、ちょっと小切れになってますね。ほんまや、でもあんまなんかステルス感があるよね。新しくちょっとなんか入ってみましょう。あり、あ、黒ひげ、こっちの黒ひげあったかな。ちょっとなんか入ってみよう。ここでよく待機するんだよ。で、あの来てない時あるから。でもクリオネット裏から出るの知ってました。それちょっと行ってみる。あのデリバリーヘルスの人とかはあっちに向かいじゃない、こっちから向かいが来るんですよね。ここからさすが詳しいですね。これ左行って、あ、ここで車つけてる場合か。あそこ左に行って、あのパーキングとかあるんですか、はいはい、あれを左に行ったら車待てるんですよ。あ、結構前だと言われちゃうんで。これ一番安い部屋なんだけど、大体、うん、パンパンですよね。大体1万円ぐらいするんですよね。でも大体ここ安いですけど、まあちょっと続いて、ちょっとぐらいでね。あ、多いですね。安いですから学生が多いんでしょうね。ああ、そんな感じですね。ビール行ってますね、ビールは。はい、まあ寿司とかね、串カツとか。岡山初の。うん、なんか一枚から注文できる。岡山。で、新鮮レバーっていうのは生レバーのことでしょ。そうだね。一枚990円。え、高くない？一枚90円、新鮮レバー。あ、結構すいませんね。すごいね。岡山豪雨さんですね。大体行くとこみんな決まってるからピュッて入っちゃうんですよ。そうね。だからこうあんまり人が歩いてないように見えるんですよね。お久しぶりです。おっ、全然わからなかった。いや、久しぶりですね。どう、イマジンのマスコットキャラクター大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、大丈夫です。あれが唯一のあのセントラルグループのファッションヘルスです。あー、なるほど。もういわゆる明かり落としとるね。そうですね。ね、もう出来上がるのだいぶ早いですね、カフェは。気持ちいい感じになってますけど。あ、ここは人が少ないですから。ぼちぼち。ぼちぼち。土曜日の割に。土曜日の割には少ないかも。先週の方が多かった。あっちの方が多かったですね。あの駅前方面の方が人がすごく多かったですね。それがね、どんどんこっちに流れてくるから、今からはこっちが。今聞きました。早い時間は駅前。
時間が経つのに遅くなるほどこっちの方が土曜日のもう深夜とかなるとここが今手振られた子がめっちゃ可愛かったんですけど追いかけてデザインの人ダメ。タッキーの手振ってくれた女の子一体どこで会ったんだろうな。この前の桜カーニバルで YouTube 撮った子かな。ちょっと行ってみましょうかね。どこに？あの駅前の方に。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。